はい、どうもこんばんは、小坂井です。今回はタヌキですね、動物のタヌキをペンと水彩色鉛筆を使って描いていきます。で、今回使う画材もペンは黒の 0.38mm のボールペンと、水彩色鉛筆はファーバーカステルのアルブレヒト・デューラーというメーカーのものを使って描いていきます。で、最初にペン画で描いた後に色鉛筆を使って描いていきます。で、そう、タヌキなんですけど、結構ね、描くのが難しかったですね。難しい生き物だと思います。で、タヌキは基本的には、体の色が特徴的で、あんまり目とかこう耳とかってそんなに目立たないですよね。そう、例えばパンダとかもそうなんですけど、こういう模様が目立って顔がこう目立たない生き物の場合は、あんまり目とかをね、しっかり描かずに体の模様をしっかり描いてあげるといいと思います。なので、下書きとかも、あの、目をね、しっかり描くというよりは、こう模様の明暗ですね、色の模様をうっすら描いてあげるといいですね。僕のこの絵の下書きの場合もちょっとね、見てもらえると分かるんですけど、こう目鼻口をこう線で描くというよりは、模様がどういう風についているか、模様の形を描いている感じですね。そういう風に下書きを描いておくと、絵もね、かなり描きやすくなるんじゃないかなと思います。やっぱり実際のタヌキも目とかってやっぱりそんなに目立たないんですよね。あの、毛の黒い色にこう覆われているので、目ってそんなに目立たないんですよ。なので、下書きの場合も同じで、こう 目とかそういうのが目立つよりは、毛の、ね、色が目立つように下書きをね、描いてあげるといいですね。で、タヌキのペン画はだいたいこんな感じで OK になります。ペンだけで仕上げる場合は、黒い模様の部分は、まあ、斜線とかで引いてあげて、まあ、黒い色を表現してあげるといいかなと思います。で、ここからは色を塗っていきます。で、色は大体黒とか、あとは黄土色、焦げ茶あたりを使うといいですね。そうなんですね、結構ね、形を描くのが難しいですね。で、あと色の特徴としては、手足は比較的黒い色ですね。あとは尻尾の先とか、あとは顔周りですね、そこに黒い模様がついていて、で、あと、肩のあたり、人間でいう肩のあたりはちょっと、ね、白い筋が入っているんですよね。まあ、それが、まあ、特徴的かなと思います。で、タヌキに近い生き物にアライグマがいるんですけど、アライグマともまた体の模様が少し違うので、ちゃんとね、区別して描いてあげるといいかなと思います。結構体の模様似てるんですよね。そうそうそう、まあ、近いね、生き物なので結構似るんですけど、まあ、どう違うのかなとか、そう、ネットとかで調べて目見てあげるといいかなと思います。まあ、顔の模様とかが結構違いますね。まあ、タヌキ、そうですね、まあ、よく、まあ、馴染み深い生き物、まあ、日本ではね、馴染み深い生き物ではあるんですけど、よくね、僕が、まあ、使うものでは筆ですね。筆によくね、タヌキの毛とか使われていますね。そうそうそう、確か、油絵かな、少し柔らかめの毛だった気がしますね。まあ、画材店とかに行くと、あの、毛の種類がね、いろいろあるので、そこで、まあ、ラクーンの毛ですね、それを探せばタヌキの毛って見つかるんですけど、そう、そう、筆の毛にも結構いろいろ種類があって、そうなんですよ、例えばよく馴染み深いものでは馬ですね、馬とかイタチが
まあ、よくね使われるんですけど、他にも例えばリスとか、あと猫、牛、あとはそうだな、まあ、その辺か、なんかいろいろね毛の種類があるんですよね。なので、あと豚ですね。油絵は豚をよく使いますね。で、まあナイロンの筆とかもまああるんですけど、まあ基本的には動物の毛がまあいろいろ種類があって、なので自分が絵を描くときに使う筆もなんかどんな毛が使われているのかなとか見てみるといいかなと思います。動物の毛の種類とか、あとは動物の中でも体の部位によって毛の硬さや、太さ、あとは適した絵の具が違います。そう、全部違うんですよ。なので、まあ絵を描くのにこだわりたい人は、あの1階に画材店に行って、まあ、毛の、ね、特徴とか、まあ、書いてると思うので、それをよく見て選んであげるといいかなと思います。そう、まあ、だいたい Amazon とかで安い筆を買おうとすると、だいたい馬、イタチ、ナイロン、あとはそれを混ぜたリセーブル筆っていうのになるんですけど、まあ、油絵とか日本画を描くようになった時は一回筆は調べた方がいいですね。筆の毛の種類は調べた方がいいと思います。はい、で今回水彩色鉛筆を使った絵の感じはこんな感じで OK になります。はい、あとは乾かして完成になります。今乾かしてますね。でまあ、基本的には、体の黒がかなり強くなるので、その辺をしっかり濡らして暗い色をつけてあげるといいかなと思います。であとこうやってちょっとね水で濡らした時にこうシミみたいになった場合は、一回全部乾かした後から上からまた少しね色を塗ってあげると綺麗に隠れます。こんな感じでまた一回塗ってからまた水でこう濡らしてなじませてあげると、こうシミっぽさも消えてきます。まあ水彩の水使う場合、あんまり水でこう濡らした時に水たまりを作んない方がいいですね。まあそういう風になったらちょっとね筆で水を吸い取ってあげたりとか、ティッシュとかでね軽く吸い取ってあげるといいと思います。結構シミになりやすいですね。で顔が描いたらこんな感じで今回は完成になります。ぜひ皆さんも描いてみてはいかがでしょうか。それでは。